はい、こんにちは。沖縄おばばです。いいですね。仲良くしてますね。舐め合ってますね。はい、えー、ぬこたちは、ああ、全然ね、問題ないんですけど、はい、えー、興味深い記事がありました。はい、えー、パートナーのね、どちらかがかまぼくちくわを食べている場合、はい、この場合のパートナーは、ああ、既婚者の場合ね、えー、夫とか妻になる、 と思いますはい、そして結婚してなくてね、えー、恋人がいる方は本当に文字通りパートナーになりますね。はい、えー、そういうことでございます。えー、このねパートナーがねもしチコわかまぼこ食べちゃってる時は必ずはい必ずね、えー、近藤ちゃんつけましょうっていうことです。 はい、えー、まあね、えー、お年取ってる方はね、ちょっとね、えー、お年を取ってしまった方は、あもうね、そういう心配ないから全然大丈夫って思われるかもしれませんけど、えー、かまぼこちくわ食べてる人とは、ちょっと、そうはいかないのが現状になってしまいました。はい、えー、いわゆるね、えー、まあ、そういうことです。添加物ですね、添加物のね、えー、何がね、 映るんです。なんですね。タイの液液で。はい。なので、体液交換はね、なるべくしないようにいたしましょうということで、はい。えー、まあ、ああ、ちょっとね、ご夫婦の場合、ちょっと厳しいかもしれないんですけど、必ず、あの、ゴムをね、ゴムをお願いいたします。はい。えー、そういうことです。ゴムをしないでね、えー、 いわゆるね、夜の営みをね、してしまうと、おーまあ,あー、何がね、何が、はい、エッジの愛のね、えー、ブイブーイがね、えー、映るんですということなんですよ。はい、えー、そういうことでございます。なのでね、えー、ぜひぜひ、あのー、早めにね、えー あのご夫婦の方で。 え、こういったね、えー、ちくわかまぼこをどちらかが、うまいうまいって食べちゃった場合、えー、ゴムの備蓄もお願いいたします。今ね、かなりね、えー、ゴムの方もね、性能が良くなってますので、はい、えー、よろしくお願いいたします。はい、そういうことでございます。まあ、これ記事貼っときますね。はい、これはね、一人ごとのブログさんですので、えー、翻訳する必要ないんですのでね、日本語で書いてあるので。 はい、えー。そういうことです。はい。えー、ぜひね、えー、ゴムも備蓄お願いいたします。そういう方は。はい。私はね、今のところずっとご無沙汰なのでね、これはあんまりね、関係ないかなと思いますけど、はい。えー、とりあえずそういうことでございます。はい。えー、まあ今後ね、えー、なんていうのかな、お付き合いするのもね、えー、まあ年頃の方ですね。お付き合いするのも、 ちょっとね息子さんや娘さんがね、えー、ちくわを食べてない場合ね、恋人に選ぶのはね、食べてない人だけになりそうですね。そういうふうに教育していかないと、ちょっとね、まずいことになりそうですね、っていうことですね。はい、えー、まあ、食べてない人同士で、もしくは食べてる人はね、もう関係ないので食べてる人同士でということでね、はい。 まあそういういいいことでございますはい、えそしてまあ、ご夫婦の場合はねまああれですねはい、えー、必ずゴムですねを準備しましょうあとねあのダの液からもね移りますので、えー、あのディープなねディープなね、えー、あのいわゆるね、えー、切符ですねもう控えた方がよろしいかと思いますね。 はい、えー、いろいろと、お、心配しなくちゃいけないことがね、ありますんで、はい。まあ、ああ、れはね、タイの液エ液キエキの交換ですから、お風呂ぐらいはあ、まあ、ね、お風呂、あの、入っても大丈夫かって、入った後に入っても大丈夫かって、お風呂ぐらいは多分、う大丈夫だとは思いますね。それは、あの、元々のね、はい、あの、エッジのね、はい、 愛のね。はい、えー、まあ、そういうことですね。えー、ブイブイでもね。大丈夫だと言われてたことですね。はい。なので、えー、まあ、ご心配な方はね。シャワーのみにしておくとか。ああ、そういうこともいいかもしれないですねえー。とりあえずあのどちらかがね。えー、かまぼこ美味しいって食べた人の場合は？ はい、えー。あの、ゴムは必ず忘れないようにしてくださいということです。はい。よろしくお願いいたします。はい。沖縄おばばでございました。はい。この記事もね、ぺったンコってしておきますので、皆さん見に行ってください。はい。それではまた。